どうもオナです。今ですね、私はタイバンコクに来ています。それでね、今ねマリオットホテルをチェックインしようとしてるんですけども、まあ、今回ねゴールドメンバーになっててね、両親と今回ここに滞在する予定なんですけども、ゴールドメンバーにねがどういったものかっていうのをね、この動画でちょっとね、まあ以前にも動画にしたんですけどね、改めて紹介しようかなっていうふうに思ってます。まあ、前回泊まったマリオットとは違ってね、スクンビットにある方じゃなくてクイーンズパークってところに泊まっています。チェックインしようとしたらラウンジに案内されました。ラウンジにね案内して、まあここでね休憩してね、その間に今チェックイン手続きしますよっていうことになってるようです。まあ、前回もそうでしたね。そんなにねマリオット泊まったことないんでね、全然ねゴールド会員なんですけど、ハリボテのゴールド会員です。まあ、ただね僕のようにねクレジットカードをね日本だと発行したらね、すぐにゴールド会員になることができるんですよね。なんでそれもねちょっと後で紹介するんで、とかマリオットとかで泊まらないっていう人にはぜひともねこれ動画見ていただきたい。そんな人でもゴールド会員のラウンジとかね使うことができるんでね。はい、このねラウンジなんですけども、前回泊まったスクンビットのところも圧倒的に広いですね。これは広々としてて気持ちいいですね。部屋の前に来ました。ラウンジからまあカードねもらって、なんとね、まあ、見れば分かってもらえると思うんですけども、アップグレードされました。まあ、混んでる時とかしてくれない時もあるんですけど、一応ね特典としてはついてるんで、今回アップグレードしてくれました。まあ、それで今回泊まるところは3138っていう、まあ31階にあるところで、ここは40階近くあるのかな、上の方の階を取ってくれたようです。では早速ちょっと中ね見てみたいと思います。よし、じゃあ刺しましょう。こんな感じで、まあ、今回妻と、まあ、2人で泊まるんですけども、まあ、キングサイズのベッドが1台、キングサイズって言ってもあれですね、あのツインをこう2つくっつけて、まあ、作ってるような感じは、まあ、全然問題ないですね。お、かなり広々としていますね。なるほどなるほど。お、こっからはすごいですね、公園が見えますね。まあ、バンコクのこうね街を一望できるような感じになりますね。ここにはなんかフルーツジェリーっていうものがあります。まあ、これねゴールドだからか、まあ、みんな特典あるか分かんないんですけど、こういったねものも用意されてるようですね。ここお風呂と洗面台、まあ、こんな感じであれですね、丸見えになってる状態なんで、まあ、これ下げれば多分ね隠すことができると思うんですけども、ちょっと恥ずかしいですね。こんな感じで、まあ、なんかタンっていうタイのなんかブランドらしいですね。こんなものがありますね。今回はバスタブはないようですね。一応アップグレードされた部屋で、まあ、バスタブあるかなと思ったんですけど、ない感じですね。お、トイレはとうとうですね。それでこんな感じで超おしゃれにね、あのトイレットペーパー入れてくれてます。こんなのが初めて見ました。おお、すごい。これだけあるのがいっぱい、アミニティが。いやー、これ使い切れないですね。すごい。まあ、これはね、ちょっと私はほとんどね、シャンプー以外は使わないんでね。まあ、もったいないんで、まあ、妻に使ってもらおうかと思います。はい、すごい。びっくりした。ティッシュの箱かと思った。それが空なのかなって思ったんですけど。それで、ここの値段なんですけども、1泊2人で、まあ、2万円弱ぐらいの値段でした。なんでね、まあ、東京とかね、大阪にもマリオットホテルあるんですけどもね、なかなか2万円でこれぐらいのね、クオリティのところには、泊まれないとは思うんでね、すごいねバンコクはお得感ありますね。マリオットのねゴールドなんですけども、実はねクレジットカードを発行するだけで過去にね1回も泊まったことない人でもなることができるんですよね。こちらのねアメックスの SPG カードっていうものがあってね、まあ、年会費はね3万円ちょっとぐらいしてね、決してね安いものではないんですけども、発行してからねしばらくしたらもうゴールド会員になって、まあ、このカードを持ってる限りは維持できるというものになります。 SPG とマリオットがもともと別々の、まあ、グループだったんですけども、それがね、まあ、一緒のグループになって、まあ、SPG のゴールドならマリオットのゴールドになれるっていうので、SPG のね、ゴールドであっても、ただ、ラウンジとか入れないですし、あとね、朝食も無料じゃないんですよね。ただ、SPG からマリオットのゴールドになれるので、無条件にね。それになれば、マリオットの方では朝食無料、あとね、まあ、ラウンジも使い放題ということで、かなりね、特典が盛りだくさんで、これはね、ブログでも過去に紹介したことあるんですけども、そんな風になってますので、ぜひともね、皆さん、これね、発行して、こうやってね、バンコクとかね、まあ、東南アジアだとね、高級ホテルもそこまでね、値段高くないんでね。なので、まあ、皆さんぜひともこれはね、本当におすすめなんで、真似して、実践してみてはどうでしょうか。まあ、特にまあ、入会キャンペーンとかもやっててね、ポイントもかなりね、まあ、1年目であれば帰ってきますし、まあ、これね、次に更新した時は SPG グループのホテルに泊まれる特典もついてるんですよね。まあ、なんでね、ホテルにもう何回か泊まるような人であれば、全然ね、元取れるカードだと思うんでね、ぜひともね、ホテルのラウンジとかね、皆さん、庶民でも全然ね、入れるんでね、
僕のようにね、知らない人はぜひとも、まあ、気になる人はね、実践してほしいなっていうふうに思ってます。こんな感じでね、ここまたね、いろいろ滞在して様子もね、お届けしたいなっていうふうに思ってるんで、お付き合いいただければと思います。それでね、またねラウンジに来ました。というのもアフタヌーンティーがね始まるということで、今まではね食事はなかったんですが、こんな風に来たら出されました。もう一つのスクンビットのマリオットはね、食べ放題の形式だったんですが、こちらはまあ注文というか、まあ、言ったらいただけるみたいな、このセットがね、そんな感じになってます。いやね、これがゴールだとね、まあ、自分含めて2人まで無料となるので嬉しいですよね。まあこんな感じで、結構やっぱりさっきはそんな人なかったんですけど、今はねみんな来て食べてるような感じですね。眺めもね最高になってます。夜のラウンジも来てる感じですね。デザートタイムということで、いくつかデザートがあったんで、それをいただこうと思います。本当はね、なんかこの前に軽い食事みたいなのもあったんですけど、そこはね逃しちゃいました。今ねマリオットのロビーにいるんですけども、なんとねキャビンアテンダントの方がね、このマリオットに泊まってるらしいです。もちろんね、まあ、会社が用意したものだと思うんですけどもね、キャビンアテンダントで5つ星ホテルも泊まれるんですね、というのをちょっとね知りました。まあ、どこの航空会社か気になってね調べたら、多分マカオ航空だと思います。なんでマカオ航空いいですね。まあ、他の航空会社もねこんなとこ泊まってるんですかね。そのなんか制服の間っていうのはちょっとなんか面白いような気がしますよね。 ANA の人とかもこうやってね海外来たら、あんな風にそのまま制服でチェックインとかしてるんですかね。いやいや面白い。ちなみにねロビーはこんな感じ。いやすごい、ここのねマリオットは本当にねロビーが広くてすごい感動する。もう僕からすると間違いなところですね。いやまあでもね、こういったところもたまには泊まらないと、贅沢もさせてください。マリオットの外見をね見てるんです。こんな感じでね、めちゃめちゃね本当にねでかいんですよね。いやね、ここね1000室ぐらいあるらしいんでね、巨大すぎますでしょうって感じですね。今回は、まあ、37階ね、このホテルにあるんですけども、31階のところをね撮ってもらいました。一番ね安いホテルを予約したんですけども、待遇は嬉しいですね。シャワーも浴びて綺麗になったんで、ちょっとベッドに飛び込んでね寝たいと思います。ふかふかか分かんない。おはようございます。今ね、まあ、ぐっすり寝れまして、朝でございます。まあ、それでこれからね朝食を食べに行こうと思うんですけども、まあ、今回ね朝食なしのねところを予約したんですけども、ゴールド会員ならねラウンジで朝食が食べれるので、そこにねちょっと行きたいと思います。前回のねスクンビットは1階で食べても朝食無料だったんですけど、ここは1階で食べるにはなんかこう朝食プランも押し込まれてダメみたいなことを昨日言われたんでね、ラウンジでまあ食べたいと思います。まあラウンジでもね実は朝ごはんというのは用意されてて、まあ、正直多分ね1階の方がいろいろ充実してっていいとは思うんですけども、まあ無料でいただけるということなんで行きたいと思います。いや今日はバンコクはちょっと曇りみたいな感じです。ただもう眺めがめちゃめちゃいいですね。朝食ラウンジに来ました。こんな感じでね、まあ多少シンプルなんですけど、全然物はいっぱいいい感じですね。ちょっとね汚いですけども、こんな感じでいただきました。とてもね数は少ないんですが、美味しそうなものがいっぱいあって、かなりいい感じです。最初に泊まったヒルトンダブルツリーの朝食よりは僕的にはこっちの方がいいような感じがしますね。外はまあこんな感じですね。いやここはね待遇できていい感じです。マリオットホテルの9階にあるねプールにちょっと遊びに来ました。プールとね同じフロアにはねフィットネスセンターもあって、あんな風にちょっと見えないかもしれないですけどね、走ってる方々もいてね、わざわざ海外来てまで運動するかって話もあるんですけども、いやそれもねそれでは気持ちいいんでね、こういった高級ホテルで僕はたまにはああいったねジムで汗流すこともあるんですけども、まあこんな体なんですけどね、あるんで皆さんもぜひおすすめです。こんな感じでねプールがあるんですけども、横はねここもうスクンビット、バンコクのね中心地になるのでビルがいっぱい建ってるんですけども、そんな中でねプールも泳ぐことはこのマリオットでは可能となってます。これはねスクンビットもそんな感じでした。まあ決してね大きくはないんですけどもね、ここはなんか2つプールがあるみたいでね、いやーねそれでもねプールねやっぱり東南アジア来たら泳ぎたいですよね。なんでこういったところでね都心の中でね泳ぐっていうのは本当におすすめです。ぜひとも皆さんも泳いでみてください。今からねマリオットホテル、こちら、まあ、2泊滞在してチェックアウトします。またね総括については空港でねちょっと時間がないんで、ね、話そうかと思います。ここでねバンコクのマリオットマーケスに泊まってみた、まあ、総括についてお話ししたいと思います。ね、マリオットね久々に泊まったんですけど、本当にねやっぱりいいですね。特に、まあ、ゴールド会員でねあのラウンジとかも使えたんでね、本当に贅沢な
滞在でした。まあ、皆さんもぜひともね、あのクレジットカード発行してゴールド会員としてね、マリオットに滞在してみてはどうでしょうか。今回泊まったところはバンコク、まあ、スクンビットのね、あのところと、まあ、ほぼ同じぐらいの値段だったんですけども、サービスとか、まあ、そういったところも同じぐらいかなとは思います。ただこうスクンビットの方が、ね、若干こうアクセスがねいいんでね、その点ではね、過去にね、まあ、マリオットでバンコクで泊まったことないって人はまずはねスクンビットに泊まることをお勧めするかなっていうふうに思います。まあ、僕もね次回泊まることがあるのであれば、まあ、スクンビットの方をねちょっと選んでしまうかなっていうふうに思います。というのもね、スクンビットだと1回でもね、あの朝食ねゴールド会員だと無料で食べれるんで、そこがねやっぱりいいですね。ラウンジもいいんですけどもね、まあ、やっぱり1回の方がねいろいろあるんでね、そっちの方がいいと思いました。まあ皆さんぜひとも、とても日本とかね他の国だとなかなかねマリオットってすごい高いんですけど、バンコクだとねちょっとまあ、ね、お金出せば泊まれるんで、ぜひとも泊まってみてください。まあ、こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。好評であればこれからもねどんどんホテル系列のところも泊まってねレビューしたいと考えていますので、ぜひとも、まあ、そんなことしてほしいよってきたコメントとかね、あと高評価チャンネル登録していただければね非常に嬉しいです。またね、私 Twitter、Instagram、 こちら2つはリアルタイムで情報アップしていますので、ぜひともこちらの2つのフォローもよろしくお願いします。またブログもねやっていますので、ぜひともブログのチェックもよろしくお願いします。まあ、こんな感じで今回バンコクのねマリオットマーキスに泊まってみたというね動画でした。それでは。